ギランは J リーグにラバンツ北九州の公式マスコットキャラクター。ソネヒ型に飛来するズグロカモメをモチーフとする。北九州から日本、アジア、世界へ羽ばたこうというクラブの思いとスポーツのスピード感を表現した翼が特徴。頭にはチームカラーである黄色のバンダナを巻いている。長身で胸板が分厚く、両腕には怒りマークの入れ墨が彫られている。 ニューウェーブ、北九州時代に、ウェビーの愛称で誕生。この時代には、TVQ 九州放送で放送された北九州市の市政番組、レッツ北九州にアニメで出演した経験がある。しかし J リーグ参入時に、商標のチェックを行ったところ、ウェビーの名称が、文具、玩具で、商標登録されていたことから2009年10月19日から11月30日の、 間に新愛称を公募、応募総数163件の中から10件に絞り、さらに最終2件の中からギランの愛称に決まった。なお、クラブ公式ツイッターアカウントでは、ギランとエビーを別キャラクターとして扱っている。兄弟にレスラーが複数おり、バンバン、ギランとワイルドギラン、キングギランとカイザーギランが九州プロレスに所属している。 九州地方を本拠地とする J リーグクラブのマスコットはバトルオブ九州の企画の一環として九州だ。J というスタジアム集合イベントを年数回行っており、ギランもその一員として活動している。2017年、全国の J リーグマスコットの打ち取りをモチーフとする18クラブのキャラクターを対象とした J リーグ取りの会を結成し、自身が会長を務めると宣言。 以後、富士寺ロックススーパーカップのイベントなどの場で非公式な活動を続けていたが、2019年4月15日には、J リーグチェアマンの村井光太立ち合いのもと、会員のマリノス君、ベルディ君、ゼルビー、ガミティと共に日本サッカー協会名誉総裁、バードライフ、インターナショナル名誉総裁の高窓宮菊子と JFA ハウスにて公式会談を行い、 共同での環境保全活動について意見交換。同年7月27日の2019明治、安田生命 J2 リーグ第24節東京ベルディ VSFC 町田ゼルビアのクラブ、公式イベントとして J リーグ鳥の会とバードライフインターナショナル東京のジョイントイベントが行われたほか、8月8日には J リーグ鳥の会と バードライフインターナショナル東京の間で鳥類の保全に向けた活動協定宣言に調印。調印式には、ギランのほか、ベガフフト氏、マリノス君、ガンズ君、ファジマルが出席した。西日本スポーツによれば、J リーグ全クラブの鳥マスコットに以下のような役職があるという、ありがとうございます。